まあ寒さっていうのは、まあ、情報もあって結構、まあ、寒いですけど、まあ、僕の普段プレーしている国と同じぐらいの寒さなんで、まあ、それは大丈夫かなと思います。で、まあ、今日トレーニングしたピッチの状態は、まあ、そこまでいい状態ではないですけど、でも、まあ、それも含めての、まあ、アジアでの戦いですし、まあ、そこも想定内なので、まあ、できる限りの準備をしていければいいかなと思います。まあ、やっぱりこの短時間の中で環境にしっかり適応する部分であったりとか、まあ、完全雨の中での戦いになるので、まあ、試合の中でこうスタジアムの雰囲気とか、まあ、そういう普段起こらないような、まあ、ミスであったりとかそういうのが起こりうる環境だと思うので、まあ、そういうところをいつもより注意しながら、まあ、プレーすることが必要になってくるんじゃないかなと思います。僕たちがボールを持つ時間がもしかしたら長くなる試合展開になると思うんですけど、まあ、そうなった上で相手は粘り強く、まあ、ゴール前で体を張ってくると思うし、まあ、その前回対戦した時もそういう印象なので、まあ、だからその中でしっかり、まあ、泥臭くゴールに向かっていく姿勢だったりとか、まあ、最後シュートまで持っていく力強さとか、まあ、そういうのも必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、タフな、スケジュールの中ですけど、まあ、個人的に怪我もないですし、まあ、好調を維持、好調というか、まあ、自分のいいコンディションを維持できていると思うので、まあ、それはまあこれからも続けていければいいと思うし、まあ、次の試合でもそういう部分もまあ、皆さんに見せれたらいいかなと思います。まあ、そこに対しての、こだわりというのはなくて、チームが勝つことがまあ最優先ですし、まあ、誰がゴールしても、まあ、チームが勝てばいいと思っているので、まあ、もし自分がプレーする、まあ、機会があるなら、まあ、チームのためにまずは自分が、まあ、どういうふうに貢献できるのか、まあ、そういうところをしっかり意識してプレーしたいなと思います。まあ、アウェーの環境の中ですけど、まあ、僕たちはしっかり戦って、応援してくれる皆さんのためにも勝って、まあ、勝利を届けたいと思います。頑張りたいと思います。